はい、泉派交流6回目です。複合派兵、反派勢力の派遣ができたので、前半の反派勢力と後半の反派勢力の複合派遣を作ってみました。というので、制限派というので、後半が半分の振幅の制限派と制限派と。ので、こういう反発勢力とこういう反発勢力の足し算ですよ、と。で、青がこれとこれなんで、それぞれで、直流分とか、等価制限圧としての表し方というのを計算してやったり、実行値を求めてやるというのが、なかなかいい問題になります。特にアナログに求めた実行値とか平均値と、先ほどの展開した風流級数を使った実行値、平均値が等しくなるかなというのを見てみるのは結構面白い問題です。これが方形制限派です。方形派の半波と制限派の半波のこういうふうに足し合わせるとこういう形ができると。で、この2つなので、直流分が計算できて、等価制限派も計算できて、それぞれの実行値と平均値のアナログな計算の結果と、スペクトルを使った計算の結果が求めてあります。三角制限派、前半三角、後半制限派の共に振幅一の泉派交流の直流分と等価制限派と、実行値と平均値というのが、アナログとスペクトルを使って求めてあります。三角方形派、前半三角交換方形派の重ね合わせで、直流分等価制限派、実行値と平均値というふうに順番に求めていってみます。前派整理した三角方形派と、前派性質なので、プラスの方に三角と方形派があると。これとこれの重ね合わせと。で、そいつの直流分と、そいつの等価制限派としての振幅。そうすると、まあ、この和が、さっき三角としてしまったので、四角の方が大きいので、等価制限派の位相が180度ずれとということになります。で、全体としての平均値と実行値のアナログの計算とデジタルの計算がまとめてあります。はい、以上です。